三浦監督に聞く、バウアー問題。三浦大輔監督は、横浜 DeNA のキャンプ地で独占インタビューを受けた。横浜 DeNA はエースの今永翔太が移籍し、再契約も不透明なトレバー・バウアーとの戦力ダウンが課題となっている。昨季は2年連続 A クラスを達成したが、優勝までの差が開いた理由として後半戦の不調を挙げ、チーム状態の向上を目指していることを述べた。投手陣の補強やローテーションの構築については、東が確定しており、他の投手についてはまだ具体的なイメージが示されていない。バウアーのメジャー復帰の可能性は低く、横浜 DeNA の復帰が濃厚だが、三浦監督は現時点では計算に入れていないと述べている。バウアーが来ると信じてるとか言われたらそっと押してたしそらそうよ。K 先発想定確定っぽいんで、東、大貫、平、ジャクソン、石田、K、浜口、森優衣プラス深沢、重戦、小園って感じかな。層が厚い。ように見えるけど、その実安定した成績が見込める人は少ないわね。せやね、未知数な部分がでかい。徳さんも紅白戦はあかんかったけど、前回は良かったし、吉野もまだわからんで。先発やってもらわんときついんすよ。京山、坂口あたりがローテ投手として、少しでも計算できるポジションだったら、どんだけ楽だったか。リリーフがもっと出てくるなら、上茶田に先発転向とか、やり手はある気もするが。エースになれとは言わんから、ローテになってくれ。ジャクソン頑張れ。スカール、松本リリーフ想定なんやな。森優衣と中川隼がローテ残るかも、試練の楽しみやで。森優衣とさんは、スタイルチェンジうまくいくと、良いなと思ってる。まさかの新戦力4人が開幕、ローテに入る未来もあるかもしれない。東、平、森、中川、ジャクソン、K でエース、戸様ローテや。石田とか、浜口とか、奄美におるんやけど見てないから、何も言えないのよな。石田は、迷いが消えて見違えるようになってくれてたりせんやろか。浜口は、一昨年のフォームに戻してほしいわ。浜口と石田はフォーム変えたらしいし、大覚醒してくれてもええんやで。既存戦力も奮い起こして、分厚いローテ構築しちゃうんだ。バウアーより、ジャクソンに期待もバウアーはいいよ。来るとしても5月だろうしな、最初から計算になるわけない。バウアーの YouTube 登録数、むちゃくちゃ減ってて、草もうこいつは横浜で投げなくていい、ジャクソンがやってくれるだろう。引き続き、MLB に固執しててほしいわ。諦めて、残留されても、もう今年はいい子ちゃんモードは継続しないだろうから。